もしかしたら正気を消すために生まれたのかな。だとしたら俺の価値は正気を消すことでしか証明されないんじゃないか。死にたくない。だけど死ぬしかない。それしか俺には価値がないんだ。俺にはそれしか意味がないんだ。だけど嫌だ。死にたくない。死にたくないよ。
足はまだ来てないのか。この人は北の町で人々に追われ奴隷のように扱われながらようやくこの塔にたどり着いた。どうした？なぜお前が来たのだ？我らと共に死に至る道を進むのはお前か？では、あなた方は正気を消すために命を差し出すつもりなんですの？それしかない。そう悟った。いや、そう決めたのだ。あなた方は、その人のようにオリジナルたちから排除されようとしている。それでも、あなたたちはオリジナルのために消えるんですか？オリジナルのためではない。まだこの塔にたどり着いていない。多くの仲間たちが住む場所を見つけるためだ。我らは我らの屍で国を作る。お前たちも我らの死を求めているのではないのか？それ俺がやると言っただろ。なぜここに来た？アシュ、だからそれは俺が。レプリカども、俺が心中してやる。来い。バカなことはおやめになって。そうだアシュ、やめるんだ。偉そうにグダグダ言ってないで、てめえはさっさとどこかに移せろ。お前もレプリカだ。ここにいれば巻き込まれて消えるんだぞ。そうなったら誰がローレライを解放するんだ？ローレライの解放はお前がやれ。そんなに死にたいのか？違う、俺だってお前と同じだ。死にたくない。だけど俺はレプリカで能力が劣化してる。ローレライを解放するには宝珠を預かることもできなかった俺じゃなくてお前。それならここで死ぬのはいらない方のレプリカの俺で十分だろう。いい加減にしろ。いらないだと？俺はいらない奴のために全てを奪われたっていうのか？俺をバカにするな。話せ。ダメだ、お前を死なせるわけにはいかない。これは剣が反応している。宝珠がどこかに。話せ。私はルークの意見に賛成です。残すならレプリカよりオリジナルだ。みんな、俺に命をください。俺も消えるから。来るな。ガイ、ありがとう。バカ野郎が。死にたくない、死にたくない、死にたくない。今、俺はここにいたい。誰のためでもない。俺は生きていたいんだよ。だけど、ダメか。集まりかけたセブンスフォニムが拡散していきます。このままでは正気は消えない。宝珠か。宝珠の拡散能力は邪魔してやがるんだ。クソ、あのバカが宝珠を持ってることに気づいてなかっただけか。どこまでも手のかかるレプリカだ。
心中する気はない。お前の超振動に少し力を貸してやるだけだ。お前は一人で消えろ。ありがとう、アッシュ。約束だ。生き残ったレプリカたちに生きる場所を与えてくれ。我々の命と引き換えに。私がキムラスカ王女であるこのナタリアが命を懸けて約束しますわ。俺もだ。レプリカたちを見殺しにはしない。姉上と同じ、あなたの命のために。私だってあなたたちとイオン様は同じだもん。俺、生きてるのか。どうして。よかった。私もうあなたが消えてしまうと思ってた。これはローレライの宝珠だ。これがどうして。どこ探してもなかったんでしょ。こいつは宝珠を受け取っていたんだよ。ただ五章大事に宝珠を構成するフォニムを自分の中に取り込んじまってたのさ。体が分解しかけるまでそのことに気づかなかったとは。お待ちになって。どこへ行きますの。鍵は揃ったのですわ。一緒に。一緒にいたら六人将たちに狙われる。バンの居所を突き止めてローレライを解放する直前まで別行動を取る。ルーク、生き残ったとはいえ本来なら消滅しかねないほどの力を使った。非常に心配です。ベルケントで検査を受けてください。あ、うん。腕が透けて見えた。あれは一体。みんなでずらずら来ると俺ガキみたいじゃねえか。外出てくれよ。何言ってんだ。みんな心配してるんだぞ。いいから。仕方ないですわね。じゃあ私たち宿で待ってるね。結論から申し上げます。今すぐここに入院なさってください。どういうことだ。細胞同士をつなぐフォニムが乖離現象を起こし極端に減っています。そう遠くはない未来、細胞崩壊を起こし亡くなられる可能性が高い。入院したら治るのか。いえ、消滅の日を遅らせることができるだけです。俺死ぬってことか。このことはみんなに言うな。ですが。いいんだ、気を使われるの嫌なんだ。わかりました。
あ、うん、ちょっと血中フォニムが減ってるけど平気だってさ。そうか、よかったな。ルークってしぶとい。安心しましたわ。ま、とりあえずは安心ですね。ただ疲れたでしょう。正気に関する報告も兼ねてバチカルへ行って公爵家いいですね。そうね、陛下たちも会議を終えて城へ戻られているはずですものね。ええ、それにまだローレライの解放という仕事も残っていますもの。体力を取り戻さなければ。分かったよ。なんだよ。悪い子ですね。また嘘をついて。あなたの嘘に私も乗せられておきます。でもジェイドに隠し事はできないな。あなたが下手なんですよ。それと一つ忠告しておきます。今のあなたはフォニムの帰りが早まっているはずです。これ以上むやみに力を使わないでください。ありがとう、ジェイド。俺が消える？俺は死ぬのか？いやだ。せっかく生きていたいって本気で思えるようになったのに、死ぬなんて嫌だ。いつ死ぬんだろう。死ぬって痛いんだろうか、苦しいんだろうか。俺が殺してきた人たちもこんな風に思っていたんだろうか。死にたくない、死にたくない。